どうも、ウェダックスです。前回おすすめしたパーツ B450F マザーボードですね。 AMD の CPU をつけるのにいいんじゃないかと思っているマザーボードなんですけど、購入しました。なのでこのマザーボードの BIOS のバージョンをチェックしていきたいと、3000番台の CPU が使えるかどうかっていうのを確認していきたいと思うんですけど、ホームページの方にですね、このマザーボードのホームページ行ってサポートを見てもらえば CPU サポートっていうのが見れますので、そちらで CPU 並んでますんで確認するんですけども、まあ Ryzen 3 1000台から始まっていて、最後の方に行けばですね、 Ryzen 7の3000番台がこうやって書かれてるわけです。私が欲しい CPU は Ryzen 7 3700X なんですけども、バージョンが2301なら対応しているよということですね。で、多分ですね、これ先週買ったんですけど、7月末ですね、購入したんですけども、どうかっていうのと、まあお店によるとも思うんですけども、結構ね、発売してすぐは、まあ間違いなく BIOS って上がってないものばっかりだと思うんですよ。私は経験上、結構 CPU が出てすぐマザーを買って、BIOS が対応してないっていうことに多分、7、8回会ってますので、多分あんまりすぐは対応してないんですけど、2、3ヶ月するともうほぼ BIOS がアップデートしている CPU しか置いてないというイメージはあります。はい。それで、CPU なんですけど、 Ryzen 3の 2200G が1万円を切ったら買おうと思っていて買ったんですよ。これいつ買ったか正直覚えてないんですけど、そんなに前ではないんですけど1万円切ったんですよ。ただ1万円切ったりまた超えたりっていうのを繰り返してるあたりですね。おすすめできます。ハイスペックを求めない人にとってはこの 2200G っていうのはかなりいい CPU だと思います。ビデオ能力もそこそこ高いですしね。はい。そしたらマザーボード開封して CPU 開封して動作確認してみたいと思います。ではですね、開封の方が済みましたので、こちらに CPU を取り付けて動作確認していきたいと思います。このマザーはね、安い割には SPDIF がついてたりですね、入出力が結構充実してるいいマザーだと思います。で、性能的なものは正直よくわかりません。マザーによってスペックっていうのは大きくは変わらないんですよ。ただハイエンドのものと一番喧嘩なものだとやはり性能差っていうのは出るんですけど、私にとって大きな性能差っていうのは正直感じてなくて、十分使えるっていうか、その数万円出して高いマザーを買う理由が私にはあまりないですね。まあそれはその使う用途によって限られてくるとは思うんですけども、それは自分がね求める、やっぱり高いものの方がいいパーツを使ってるので壊れにくいかなという印象はあるんですけど、だからといって安いものがすぐ壊れるかといったら壊れないんですよね。本当に10年前のマザーでも全然元気に使えるものもいっぱいありますので、まあその辺は丈夫さ、あとはそのスペックですね、よりできるだけ CPU の性能を最大に引き出したい場合とかいうのは、やっぱり最新のねチップセットを使ったマザーボードを購入した方がいいかなとは思います。まあ周辺パーツも含めて。はい。それでは CPU を取り付ける前にですね、ネジですね、 CPU ファンを取り付けるときに Ryzen の方はこの土台のとこにネジをつけるので、これを外しておきます。はい。ではマザーボードからですね、これを取り外して CPU ファンを取り付けるときにこのまま取り付けることになりますので、その部分のネジですねを取り外しました。なのでこのパーツはとりあえず不要です。こんな感じになります。で、それでは CPU を取り付けます。 CPU の方なんですけども、まあいろんな意見あると思うんですけどね、このピンに関しては。個人的には本当にピンを曲げたことある方の方が自作の経験長い人は多いんじゃないかなと思ったりもするんですけど、あとコメントでいただいたのは、インテルだとマザーの方の方ピンを曲げてしまうことが多いんじゃないんですかっていう話なんですけど、私はそれがなくてですね、まあけど多いみたいですね。確かに中古マザー、そのジャンクマザー、そこが傷ついてるものが多いような気もしますが、はい。ただ私のなんとなく思ってるだけの意見なので、そんな私が正しいとは思ってませんので、その辺はお許しいただきたいんですけど、
はい、そしたら矢印ですね、矢印が書いてありますので、その矢印の位置合わせてもらって載せます。スコッと入りますね。だからこれがこの時に斜めになってないことですね。ちゃんとしっかり収まっていれば大丈夫かと思います。はい、これをちゃんと収まってないのに締めてしまったりとかね、その上から CPU1 を乗せてしまうことによってピンを曲げてしまう。あとはAMD のこのファン、ここがすごい粘土みたいなんですよ。でこれをつけるとすごい CPU と CPU ファンが密着しちゃって、これを取り外すときに、まあ、俗に言うすっぽんということになってしまうんですけど、私もそれは一度経験しました。それで、まあ、ピンももちろん曲げました。で、それからは、まあ、ひねって取りゃいいっていう話なんですけど、それもね、なかなか大変なんですよ。だから、それが嫌な方、ちょっとグリス多すぎなんですよ、そしてこれは。だから、はみ出してることもあるので、嫌な方はこれを取ってから取り付けた方がいいんじゃないかなと、私は思います。はい。では、取り付けます。CPU ファンを取り付けました。私はこれを取り付けるときに電ドラを結構使います。一番弱い力でのトルクで電動ドライバーで締めます。それで十分ぐらいかなと思います。うん。これね、今取り付け方がちょっとあれかもしれないけど、ちょっとメモリに干渉するかな、このままじゃ。あくまで動作確認なので、また取り外すこともありますので、 CPU ファンはね、なかなか取り付けなんですか、パワーが判断しにくいんですけど、締めすぎも良くないですし、甘すぎも良くないと思うんですけど、まあ動作確認するだけなら TDP65W はあんまり気にしなくていいと思うんですけど、やっぱ 90W を超えてくるような CPU だと、しっかりちょっと冷やしとかないとね、熱で何らかの影響があるかもしれないですね。で、メモリーのスロットへのね、このファンの大きさが結構ギリギリなんですね。だからこっちにあるとメモリーがね、一番こっちのスロット入らないことがあるかもしれないので、今回はこっち向きで、こっち向きにつけたらつけたでね、ここと干渉はちょっとするかしないかですね。うん。こういうとこもね、ちょっとやっぱりインテルの方がいいんじゃないかなと思ったりもするんですけど、あんまりね、ほんまにね、AMD を批判してるわけではないので、できればその辺はお許し願いたいんですけど、このファンが取り付けやすいとは私は思わないんですよね。はい。そしたら、次に、メモリーなんですけど、せっかくなので、この段階で電源入れたらどうなるか、してみたいと思います。マザーに CPU を取り付けただけですね。で、パワースイッチとスピーカーだけ今つなげてありますんで、まあ、メモリーがないよっていうことのエラーになるはずです。はい。その辺をちょっと確認してもらえればいいかなと思います。はい。そしたら、まずですね、こちらの電源。マザーボードのメインとなる電源ですね。はい。せっかくなのでこのままちょっと電源入れてみますね。このままでまずインをすると、ここが光るかどうか。電源入れます。電源イン。はい、光りますね。これが第一段階ですね。ここが光ることによって、まあマザーに電気は来てるんだなっていうのがわかります。で、本当は CPU のコネクターも刺さないといけないんですけど、これを刺さずにですね、電源を入れたら、まあファンが回るかどうかチェックしてみたいと思います。スイッチケーブルがあるととっても便利なので、これは1個持っといた方がいいかなと思います。あとスピーカーもね、刺しとくと何がダメかっていうのを教えてくれるんで、刺しといてもいいかなと思います。電源入れます。電源オン。回るんですよね。だからこの時点で動いてるんですけど、ただスピーカーの警告は何もならないんですよ。で、ファンが回るってことはもう一段階マザーボードが電気が入って、さらに制御レベルのところまでは電気は来てるってことがわかるので、
で、長押しして電源が落ちればマザーボードのその最初の制御レベルは正常に動作しているなっていうのがわかります。長押しで電源切ります。あ、落ちないですね。インテルやとここで長押しで電源落ちたと思うんですけど、落ちないですね。まあ5秒ぐらい電源を長押ししたらスイッチが切れるっていうのが普通なんですけど、切れないですね。このレベルでの検証は私も初めてなのでダメみたいです。はい。そしたらですね、しょうがないので電源切ります。こういうチェックもね、やった方がいいのかやらない方がいいのかっていうのがあるんですけど、多分やらない方がいいです。なんかあるとめんどくさいので、ちゃんと配線してメモリーも挿してですね、動作確認はした方がいいと思います。はい。そしたら今度メモリーっていうか CPU のとこまで行きました。で、スイッチ入れます。そしたらさすがにこれはメモリーがないっていうようなビープ音が鳴るんじゃないかなと思うんですけども、電源入れてみますね。電源オン。はい。ピー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 ですね。はい。これは間違いないとは言いませんけど、 CPU のねファンの方、 CPU だ、 CPU じゃない、メモリーがないよっていうエラーだと思います。ではね、これは電源長押しで切れるはずなので電源長押しします。はい。ここまでつないどけばマザーボードの制御が確認できるみたいですね。メインの電源と CPU の電源、この2つを挿して電源を入れれば、まあ、メモリーエラーが確認できるぐらいなので、このレベルでのテストはしても良さそうな気がします。はい。そしたら最後にメモリーを挿して起動を確認したいと思います。で、メモリーは、まあ、DDR4 なら基本何でもいいと思うんですけども、まあ、動作チェックなのでとりあえずすぐそばにあったメモリー DDR4 を1個挿します。で、1,2,3,4 ってあるんですけど、2つ目のスロットを最初に挿すことがなんかおすすめされていますね。私は差はないと思うんですけど、昔はそんなことなかったと思うんですよね。いつからかマザーボードメーカーさんもネットの情報もですね、2スロット4スロットを先に、そして1、3を後にっていうのが主になったみたいです。だけど1、3だからって何かおかしいかっていうと、私が検証した中では何もおかしくないと思っております。はい。ただ推奨されてますのでそうした方がいいかなと思います。はい。そしたらメモリーを挿しました。あ、本当は今電源ちゃんと切らずに挿しちゃったんですけど、本当は主電源も切ってメモリーは挿した方がいいです。はい。挿しちゃったのでこのままいきます。これでエラーは出ないと思うんですけど、映像出力はまだ挿してないので、その辺は何らかのエラーがひょっとしたらなるかもしれない。電源オン。うん、何もならないですね。あ、今ピッてなりましたね。ピッてなったってことはパソコンが起動、あ、2回なるんですね。マザーボードのチェックの音なんかな。最初のピッと2回目のピは意味が違うと思います。2回目のピは昔からよく聞いてる音だと思います。で、1回目のピは最近はなんかバイオスの画面が出てくるの遅いと思いません？その辺がかなりそのチェックが入ってるみたいで、なかなか画面が出てこないんですよ。だからその電源を入れてから起動するまでに、まあ、UEFI BIOS が起動するときに多分チェックが入るんですね。
そのチェックが動くから BIOS の画面が出るのが遅いのかなと私は思ってるんですよ。一度ね、マザーボードを4メーカーぐらい集めてね、その BIOS が出るまでのスピードっていうのを一回見てみたいと思うんですけど、起動の早い遅いってあるじゃないですか。 OS の起動は早くなったんですけど、 BIOS の画面が出るのが遅くなったので、結局なんか SSD にした時の起動速度がちょっと前より遅いような気がしてるんですけど、その辺もね、できたら検証したいかなとは思っております。それでは電源を長押しして切りますね。あくまで今はちょっと検証でこうしてるんで、皆さんはちゃんとね、画面につないだりして映像を確認できるような状態で作業した方がいいかなとは思います。そしたらこのマザーボードに映像とキーボードとマウスを接続したいと思います。はい、AMD の方はね、 CPU が G がついていれば基本的に映像出力ありますので、出るんですけど、 G がついてないものはビデオカードが必須となりますので、その辺はちょっと確認してからね、動作させてほしいんですけども、とりあえず映像出力はないよりはあった方が私は親切かなと思います。この最小構成、できるだけパーツの少ない状態で動作確認っていうのは取れた方が正常だなっていうのはよくわかりますんで、はい。そしたら電源入れますが、一応画面をモニターの方に振っときましょうか。画面がちゃんと出るか電源入れてみたいと思います。電源オン。ただね、ちょっとね、今キャプチャーを経由してるんで、素直に映像が出てくれるかっていうのはちょっと不安ですね。インテルはなんか BIOS の方もう問題なくキャプチャーできたんですけど、なんかね、キャプチャーの機械を通すと映像が出ないことが結構あって、出なさそうですね。ね、なんかサポートしてない信号が来てますっていうのが出てくるんですよね。そしたら、一旦切りますね。キャプチャーボードを開始、ボードっていうキャプチャーの機械を開始してたの、出力をですね、直にします。直にすれば、マザーボードから、まあ、直接にモニターにしたので、これで大丈夫だとは思うんですけども、それでは電源オン。はい、ね、BIOS の画面出てきて、はい、ちゃんと画面出てきましたね。これが、正常っていうか普通の動きですね。この時に確認するべきは BIOS バージョン2301、何やったっけ、なんとびっくりですね、2301は3000番台にも対応してます。すごいな、早いですね。7月頭ですよね、3000番台。そしてこれを購入したのが7月、20ぐらいだと思うんですよ。すごいな、もう対応してますよ。だからまあ購入するときにお店に確認できるなら確認した方がいいかもしれないですね。で、確認できるなら確認して、 BIOS のバージョンね、確認できるなら確認して、ただね、答えてくれないところが私は比較的多いなと思ってるんですけど、もう BIOS のアップデートしてますということを貼ってくれてるところもコメントでいただいたんですけど、あるそうです。はい。私は意外とこれが BIOS のことは教えてくれないことが多いなと。で、中古屋さんもね、結構教えてくれないんですね。っていうか、チェックしてないって言われるんですけど、BIOS のバージョンは保証できませんと。はい。ただ BIOS のバージョンを上げるっていう作業は有料で受けたまわりますよって言われるんですけど、BIOS のバージョン2301って書いてありますので、これは、アスロンじゃない、ライゼンの3000番台に対応していますね。そうか、すごいですね。結構ね、BIOS のアップデートの対応は早いなとは思ってたんですけど、もう対応してるんですね。うん。何度も言いますけど、
私はたまたま先週買ったマザーがもう BIOS のバージョンが最新だったっていうだけで、ほとんどの場合結構古い BIOS のまま在庫を多分一旦メーカーさんに返さないといけないんでしょうか。その辺はどうなってるのかちょっとショップの仕組みがよくわからないんですけども、ショップによっては古いマザーをそのまま販売している場合もありますので、あと中古のマザーですね、購入するときなんかは特に気をつけた方がいいかもしれません。はい、確認した上で購入しましょう。はい、どうだったでしょうか。マザーの動作確認と CPU の動作確認っていうのは、一気に組むんじゃなくて段階を踏んだ方が私はいいと思っています。なのでその辺は徐々にねやっていけば、ここで動かなければ何が悪いっていう判断が結構つきやすいので、その辺は踏んでいった方がいいかなと。あとはビープ音がどんな情報なのかなっていうのは調べればわかりますので、メモリーがエラーだったり、映像出力がないよというエラーだったりしますんで、その辺は、確認しながら作業してもらえればいいかなと思います。はい。そうですね。とりあえず、BIOS が最新なのはびっくりしました。この後本当は BIOS のアップデートまで考えてたんですけど、はい、とりあえず本日は問題なく、はい、ちょっと一旦映像止まってしまいましたが、3700X を多分購入してですね、このマザーに取り付ける動画をまたしたいと思います。その時にはまた動作検証、スペック等も確認していきたいと思います。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。